新末民初の革命家、政治家、銀行家、中国同盟会以来の革命派人士で、後に中国国民党に加入した、西南派の一員でもある。旧名は、後継。字は、武志公。甲州府城の宮間書院で、旧学を学ぶ。1909年、甲州に赴き、両校方言高等学堂で学ぶ。この時、 中国同盟会に加入した。1911年4月、高架校宣駅役に、主修神の下で参加したが、革命派は敗北した。翌1912年に方言学童を卒業すると、公衆で法規に参加し、成功後に高来都督に任ぜられている。その後、渡米して、ニューヨーク州の大学で法律、政治を学ぶ。1918年に帰国し、 上海で雑誌、建設の編集に携わった。1920年、孫文に随従して、公衆に赴き、大本水府秘書に就任したほか、土地等基局局長、関東省教育委員会教育雑誌社社長も兼ねた。翌年12月、関東大本営金庫長健康生銀行行長となる。1923年、公州市政府委員長に任ぜられる。 同年3月、大本営金庫長兼大本営財政部第三局局長となる。5月、中央銀行行長となった。12月、関東高等審判長代理長長に転じている。1924年4月、厚生委員会委員となる。8月、中央銀行統こととなった。10月、大本営財政部次長兼氏を務所所長となる。 翌年7月、関東省政府高等検察庁、検察庁に転じた。以上のように、孫文の関東政府において林雲は、財務、法務の幹部としての地位を歴任したのである。1927年4月、広州市政府委員長に復帰する。1929年3月、中国国民党、第3期中央候補監察委員に選出された。7月、 関東省政府委員に任せられる。11月、広州市が特別市に昇格し、そのまま林雲が特別市長を務めた。1931年5月、広州市市長から関東省政府主席に昇進し、同省財政庁長長も兼ねた。翌1932年、西南派による西南政務院会場務委員に任せられる。1935年11月、 国民党中央観察委員に選出された。関東にあった間、林は関東省の実力者であった、陳渡る党に従い、内政面で手腕を振るった。1936年7月、陳渡る党が、良好事変に敗北して失脚すると、林くも、も関東省政府主席を離れ、妄想委員会委員長に転じる。しかし翌月には新警部部長に移った。以後、 死去するまで12年にわたり在任した。1948年10月4日、病没。去年68。ありがとうございます。